手前ですね。では行きます。右サイドのラフから160ヤード旗まであります。私6番アイアン使ってみます。行きます。ちょっと手前の方に乗りました。しっかり打ってきましたね。肘に力が。はい、行きます。はい、終わりました。お願いします。はい、まだ220ぐらいありますんで、3番ウッドで行きます。お願いします。いいとこ、グリーン手前行きましたね。いや、ここですっごい見えづらいね。ここなんか変な跳ね方しましたね。では、390ヤードのミドルホール、右ドッグレッグですね。ドッグレッグです。ドッグマン。行きます。はい、いい感じに打てました。7番アイアンで打ってみます。ちょっと右に出たんでバンカーかもしれない。うわあ、砂場に入りました。はい、距離は10ヤードぐらいですね、旗まで。サンドウェッジで行きます。ちょっと気持ち大きかったですね。200ヤードのロングホールですね。まっすぐです。
なるべくゆっくりスイングしてみます。どこ行きました？では、左足下がりなんで5番ウッドで行きます。あんまり打ち込みすぎずに行きたいと思います。行きます。ちょっと左目でした。カードドン跳ねましたね。セーフです。はい、100ヤード、105ヤードぐらいですね。ピッチングウェッジです。行きます。お、いいとこ飛んできました。はい、いいとこです。とっと行きます。はい、終わりました。取りました。314ヤードですね。いきます。やっちまったな。いきます。開いて当たりました。ピッチングウェッジでいきます。W でいきます。いきます。はい、ありがとうございます。すごいドロップしたね。あ、走る。ラフですね。はい。
こういうあのカラーというかちょうど境目はクラブがちょっと入りづらいところありますよね。こういうところはピッチングとか9番で転がすアプローチが有効だと思います。そこまで4ヤードぐらいですね、そのカラー超える、そこから下ってるんですけどね、少し完全トップじゃなくてもいいのでハーフトップでいいと思います。であとはこれをあんまり打ち込もうとしすぎると手前の草に当たっちゃいますんで、これは注意してアプローチしてもいいですね。200ヤード5番ウッドで